今日の1問一答ですね保険料サービス部には介護老人保健施設という単元になります介護老人保健施設について次の記述は正しいか誤りか答えを問題従業者として薬剤師の配置は定められていない従業者として薬剤師の配置は定められていないというふうにありますがこれは誤りになります老家の人員基準の中で薬剤師の配置っていうのはこれ定められているわけなんですね で、この老犬の人員基準の中で定められている配置が定められている人たちっていうのはまあ、全部でですね、資格として8つあるわけなんですけれどもまず1つが医師ですね、それから2つ目が薬剤師そして3つ目が介護職員看護職員4つ目が支援相談員5つ目が PTOTSD さんたちそして6人目が栄養士そして7つ目が介護支援専門員そして8つ目が 調理員員や事務員その他といいう,うになっています老犬の人員基準で定められているのは8つで医師薬剤師そして介護職員看護職員支援相談員 PTOTST さん栄養士介護支援専門員調理員事務員その他という8つになっているわけですね。でまず医師に関して言うとこれは利用者さん100人に月1人以上必要ということになっています。 で薬剤師さんに関しては何人につき1人以上とかにはなっておりませんで、まあ、これは実情に応じて適当数配置しようということになっていますで3つ目が介護職員と看護職員になるんですけど、まあ、これは一括りになっているわけですね分けられてはいないとこの介護職員または看護職員というのが利用者さん3人につき1人以上必要ということになっています、まあ、そしてその内訳というものも一応あの指針というものは示されておりまして、まあ、7人中2人は看護職員で まあ7人中5人は介護職員というような比率にしましょうということで提示されているわけなんですねで。それから4つ目が支援相談員になります。この支援相談員というのも利用者さん100人につき1人以上必要ということになっています。でそれから今度次がですね、PT、OT、ST さんになるんですけど、これも一つの括りになります理業。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士ですね。いずれかを100人につき1人以上。 利用者さん100 1人人ににつき1人以上配置しよううとといいことになっていますそしてその次が栄養士になるんですけど栄養士に関しては入所者が入所定員が100人以上入所定員100以上の老犬については、まあ、1人以上お置きましょうということになっています、まあ、そういうような規定になっていますそして7つ目が介護支援専門員ケヤマネさんになりますがこれも利用者さん1 0 0人につき1人以上の配置が必要ということになっていますそして最後 調理員、事務員、その他っていうのは、まあ、これは特に何人につき1人とかっていうふうには決まっておりませんで、これも薬剤師同様ですね、実情に応じて適当数配置しましょうということになっております。ですので、まあ、何人につき1人というのはちょっと細かすぎるようなところもありますので、ですので、老後兼の人員基準に記載があるものとして8つですね、押さえておくといいかなと思います。1つ目が医師、2つ目が薬剤師、3つ目が介護職員または看護職員、4つ目が支援相談員。 5つ目が PT または OT または ST さんそして6つ目が栄養士7つ目が介護支援専門員8つ目が調理員事務員その他ということですねこれを押さえておくといいかなというふうに思いますということで老犬について問うている今日の問題ですが従業員として薬剤師の配置は定められていないというふうにありますがこれは誤りということになります今日の一問一答の解説は以上です